ここで見ました。手ガイラゲットです。はい、こんにちは、そうパパです。本日も、平田探しにやってきました。バケヒラをね、今年は見つけれるでしょうかね。純血本土平田極太個体、探していきたいと思います。おったここはか、これここはか。よっしゃなんだよ、結構でかいんじゃない。46ぐらいか。はい、びっくりしたな。どれないかな、見るとしたらそこだよな。どうでしょうね。よし、引きますよ。どうだ。いないね。さっとやりたいんですけどね。よし、次行きます。険しい。ここはいると思うんですけどね。前回デカヒラ行ったとこどうだろうな。あたたたた、来ますよ。どうだ。この間ここにおったよな。いないじゃん。いない。前回はここにいた。ここにいたね。うわぁ、そううまくはいかず。こっちは。ギジギジがこういうのはこうやって戻しておきましょう。マジかよ、ま、いたいた、平田いた。ちっちゃいの一匹、赤いですね。ちょっとまだちょっと赤い。もう樹液、昼間から舐めれるあれか、余裕があるんですね。おお、気づいて。いや本当にこれ赤いな。
よし、次のポイント行きます。いましたよ。お、気づいたな。横の木にいましたね。なかなかでかいこれ。おお、逃げるか。こんなライトつけてないのに気づくんだな。足音がしたら。ね、気づくんだよね、こうやって。まあどうだろう、55位アップはあるな、この感じ。ライトつけるとどういうあれかな。ほい、これなかなかでかいな。くね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 しとる。この樹液すごいですからね。ここ下掘ったらもっとワンチャンいいんじゃないの。ここ、おったいきなりおった。マジかよ。うわ、あ、今ちっちゃいの持った。すげえ。こいつでかい。こんなことある。マジかよ。ちっちゃいの持った。うわー、やった。これは60アップあると思う、この子。よっしゃ。これ今回やばいな。これは60アップあると思う。でかいもん。ほら、やったー。こんなことある。やったぜ。これは嬉しい。いきなり来ました、でかいの。これは60アップあるわ、間違いない。で、このチビの2匹ね、さっきの下にいましたね。うわ、かっこいいな。巨大だ。ちょっとケース持ってきてないんで、ケース取りに帰ります、とりあえず。よし、一回切ります。はい、じゃあ写真も撮り終えましたので、この大きい子だけ、ちょっとねキープ。この子は元の位置に戻す。下に落ちた、ちっちゃい子。よし、じゃあケースに入れたいと思います。はい、ケース持ってきましたので、ここに入れておきます。はい、入れておきます。じゃあさっきのポイントからスタートですね。ここさっきのここね。うわ、スズメバチおった。なんだよ、向かってきたな。びっくりしたじゃないか。しかもちっちゃいパターンだな、このスズメバチ。この下めくりたいのに。さっきはいなかったじゃないか、お前。本当に困ったやつですね。次行こうか。気づいたかなって感じ。さっきの平田、危ないね。さあ、ここはどうでしょう。ここはね、あ、メスだ。平田のメスだね、ほら。
ここはでも大型のオスを見たことがない。あ、おるじゃんここに。でかいんじゃない？こいつでかいじゃん。うわ、ラッキー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 。よっしゃよっしゃ。マジかよ、これ60あるっしょ。うわー、やったぜ。今日2匹目、ちょっとケース入れようか、とりあえず。今日はどういうことだ。やばいな、これで2匹入ったぞ。ほら、でかいでかい。よし、入れ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 。よし、入った入った入った。うわ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 、これやばい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 。よし、ちょっと後で計測で引き続きチェックします。いきなりいた、初めてだ、こんなとこででかいの見たの。メスだけだと思ったら、こっちにもおる。これはね、ちっちゃい。これはちっちゃい。うん。これはね、ちょっと待ってよ。この子はね、赤いな、牙。ほら。ほらほら。この子ほら、こんなちっちゃいもん。ちっちゃいちっちゃい。ね、ほら。ね、ごめんね。お尻赤っ。いるの？ここは。ここはいないか。ああ、いませんね。いません、いません。よし、このメスちゃんは残しておこう。うん。またね、次につながる子孫を残してもらわないと楽しめないから。よし。はい、ということで、戻ってきました。今日の中華、じゃーん、デカヒラ2頭。やば、今季初ですね、こんなにやばい結果になったの。ということで、測定していきたいと思います。まずね、多分こっちの方が小さいであろう、最後に捕まえたやつ、このデカヒラ、多分ね60アップはあると思いますね。ほら、60アップは間違いないサイズですね。61ぐらいかなと思います、多分。よし、でこっちの方がでかいね。こっち多分63ぐらいある可能性ある。ほら、かなりでかい。先端からお尻までの長さが60を悠々と超えております。はい、こんな感じで、6月一発目ですね。いやー、6月どうだろう、今年これで60アップまだ3、4頭目かな。見つけた個体もあるんですけど、リリースしてるし、1匹だけかな、お持ち帰りしたのは。こんな感じですね。いやー、65アップをちょっとね目指して、これからもね平田採取に、ね、していきたいと思います。こんな感じで、もう本当にわずか1時間ぐらいの採取で60アップ、しかも昼間ですね今日は。うん、昼間でも取れます。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。